何食いすんの？何食いって何？その利益本気食い？本気食い本気食いしてみてじゃ。半分はいけると思うよ。うまい。すごい。誰のために作ったの？どうせ早送りだから声とか入んねえ。一番最初の大きさ、動画撮ってないけど斜めだとちょっと分かんなくない？これダメ。別にいいよ。今動いてもいい。例えば。どうせ早送りだからさっきのスノーケル見てないの。俺のこの食ってる動画を。黙って食べろよ。永遠流すわけないじゃん。わかる。もう多分こんな早送りで動いてる。バナナ何本分入ってなるのかな。バナナだけで腹いっぱいになりそうだ。半分いけんでしょ。分からん。 いけるって言ってたテストは。大草さんって甘いもの食べんの？食べない。食べない。男でね、そんな甘いもの食べる気持ち悪いから、本当に。ウェディングケーキなの、これ。そうだよ。誰かが結婚したってことだよ。それ以外で何で作るの？それ以外の理由でウェディングケーキってどういう時に作るの？なんか文字がクロムハーツでしょ。ちょっと滲んじゃったって言ってた。それがダメだったの。まゆみさん完璧主義だから、それすらわからないでしょ。別にわからない。別にじゃなくてわかんないでしょ。わかってないでしょ。あ、もうきついわ。全然半分食べてないですけど。うん。2日目かな。
ついわこれ。ティッシュは。ティッシュ。こっちこっち。こっちの下に。あ。終了。うん。まあ。梅雨はもうすでに全部食えるやついいの？あなたいけそうじゃん。真由美さんのケーキが一番うまい。結構食ってるじゃん。ここまでこう。幸せでしょ。うん。こんなにケーキ食べれるってよ。めっちゃ幸せでしょ。いつも冷蔵庫漁ってんじゃん。人のを盗んでまでお菓子を漁って食べて。きついわこれ。もったいないから無駄に食べないで。コーヒー飲みたいな。終了。うん。体調崩しそうだ、全部食ったら。でも結構食べてるね。最後の一口です、うん、まだ食べるの？それでえまだ食べるの、うん、なんだ。さっきはこのクロムハーツを残してたの。わかる。で、今は今はこうまっすぐ食べようかな。寝れるでしょ、これで。うわ、きつきつくなってきた。生クリーム嫌いになりそう。生クリーム嫌いになっていいんじゃない？そしたらもうだってケーキ盗んで食べたりしないでしょ。よろしく。